いや先生ね、はい、お怪我が増えてきちゃってね、旗手くんがかわいそうだったなっていうね。そうだよね。アトレチコ戦、やっぱりあのセルティックパーク最高の雰囲気だったですよね。間違いない。チャンピオンズリーグアンセムになだれ込まれて一連のね、なんかもうこうし鳥肌立つような雰囲気で、旗手前田ね、そして古橋ね、もういい顔してましたけれども、まあ、フランス選手は1点取ってね、アトレチコ相手にだね、キックオフすぐね、よかったね、わ最高の雰囲気のキックオフの後に座り込んでしまった旗手レオということでございまして、いやーなー、1個のプレーでハムストリングをねやってしまって涙の退場、ブレンダン・ロジャース・アブス、このように抱きしめ、ラカルソって、だからいかにねこの試合にかけてたかみたいなのが伝わってくるような、なんかそうでした、ね、ちょっと涙も誘うようなシーンでしたけどね、無念でしたね。無念でしたね。先生もね、おっしゃってましたけど、やっぱちょっと長い怪我なのかなっていうのが分かってるからこそ、ああいうことをリアクションになったのかななんていう。そうだよね。丁寧に直してきて、ここに合わせてあったと思えばっていうことでね。なんとも言えない、そんなシーンでございましたけれども。早く、治ることをね、祈ってますけれども。板倉先生も。そうなのよ。怪我をしているということで。そうなのよ。おうおうでもね、こっちに関してはね、うん、ちょっと言い方、チャットで理由は話しますけど、よかったなと僕思ってます。はい、よかった。まあ、というか、うん、はい。あの、結果的に言ったら、この間の代表戦も1個出たけどさ、はい。あの、なんか、練習、代表の練習中に1回、うん、別メニューの日があったんですよ。あ、そうですか。だから、その時に多分、数値上分かってたんじゃないですか、代表の。方々もちょっと危ないかもしれない。ああ、そうですか。なんか出るらしいですからね、今はそれ。ああ、その怪我のリスクっていうか、乳酸だってことは、うん、そういうことですか。そう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 。ああ。やっぱりだから、戻ってみて、改めて検査してみたら、うん、やっぱちょっとだから、ね、ちょっと怪我がまた再発の可能性が、うん、っていうのだから、早期に食い止められたんじゃないかとか、もうちょっとプレーしちゃってたら、うん、例えば3、4、全治3、4ヶ月ぐらいになってた可能性もあるんじゃないかな。じゃあよかったですけどもね。うん、はあ、中村敬斗選手も思ったより時間かかるというね。そうなのよね。だから大変だな、なんて。もうだって迫ってるわけですよね。二次予選が始まりますよ。まあ、アジアの二次予選とはいえ、やっぱり。とはいえ、そうだね。公式戦ですからね。ああ、やっぱり、そうっていうのもある中で先生が動画出してくれましたけども。朝ね、出てますね。チャンネルの方でね、朝出してくれましたけど、はい。お願いします。まあでも、うん、ね、補って、補える、余りあると言ったらあれですけど、メンバーが、ああ、いるなっていうのはあります。思いますね。ね。全然10人ぐらい呼ぶかもしれないですよ、その国内組とか。あ、そうですか。それで呼んで、やっぱ2、3人はその合格判定出る人とか出てくると思いますから、あ、なるほど、なるほど。その方々がまたヨーロッパ組と今度一緒になっていく。なるほどな。そういう総合力をまた高めながら、2次予選も戦うってことは、これ、シリア戦、うん、最初は、ミャンマー戦。最初ミャンマー戦。ミャンマー戦どこでやるんですか、うん、吹田です。あ、大阪で。はい。でその後サウジに飛んでシリア戦、そうです、ああそうですか、うん、あ、だからヨーロッパ組はそっちでの方がいいと思いますけどね、カップ戦組は合流する方が先生いいんじゃないかな、そう実際なるんじゃないかと、うん、思いますね、というところなんですね、うん、はあ、はあはあははあ、はだってねやっぱりこう、はい、当時はいろんなところにいろんな人に言われてたなと思いますけど、ほら初戦ね去年前回のカタールの最終予選なんかでは最初にオマーンに負けたとかあったじゃないですか、ありましたね、初戦負けるとこれはだいぶいけない確率がみたいなね、うん、大きな話題になりましたよ、あれは前回大会ですか、そうですね、まさかあの時はスペインドイツ破ってベスト16なんて考えもできなかったですね危なかったもんね、出れないんじゃないかみたいなね、うん、はい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 、でもやっぱその時って、あれ最終予選でした、最終予選の1試合、はいはいはい、あの時って前日合流だったんだよね、うん、あ、そうだったんだ、うん、はあ、はあはあ、でオマーンは周到に準備してたって言いますもんね、3ヶ月合宿してたんだよね、初戦だから、うん、あ、確かにそれは今考えたらそれはそうだわ、で日本はだからろくにこうね、うん、データもないもんだから、うん、もう二次予選かなんかの数試合だけ見てって感じなんだけど、ただそんだけ合宿したらチームも変わろうって、そりゃ、やっぱなんか今はなんか昔とちょっと違うよね、そういうやっぱデータも残ってくるし、うん、それに対する対抗策とかってことだって見出せるわけだから、どんどん国籍の方々、ね、しっかり、うん、ね、
準備期間が取れるかどうかよね、うん、やっぱね、うん、そりゃそうだ、うん、なんで前回そんなことになっちゃったんですか、それやっぱりコロナ、あーそういうことか、うん、はあ、はあははあ、だから何人かあれですよね、あのいわゆる近くまでは来てたんだけど、うん、あのまだコロナのその陰性の証明がまだ出てないから、ああな、そういう時代だ、なるほど、でしかも日本は他の国に比べて日本と韓国だけずっと長かったんですね、あ自主規制もあったしね、うん、あ自主規制というか国のそうなんですね、ガイドラインがね、うん、あなるほど、だから日本と韓国ちゃんとやりすぎて、そうでした、一瞬危なかったんですよね、うんうんうん、いやーよく切り抜けたな本当だよ、なんか433にして田中碧のゴールから潮目変わったのを覚えてますあれやったよ ね、そうだ、うん、あそっから8区間ずっとあるもんね、あるね、いやだからそういう意味でもこのアジア予選って何起こるか分かんないですかね、分かんないよね、まあ、西予選だからとかは思いがちですけども、うんうんうん、いやいやいや、だって負けちゃったら大変なんだからっていうね、そうだね、そういう意味では先生が出してくれたのみでちょっと安心はしましたけどもね、うん、逆に言えばこの日程を知った上でリスクを考えてやっぱり、うん、積み上げてきてんだなっていうのも感じましたね、そうですね、あとこういうところでそのね、マサが言ってくれたその青くんみたいな感じで、やっぱりそういう予選やってると誰が出てくるじゃないですか、出てきますね、その代表にこうフィットするような人、う、ね、うん、新しい人というか、はいはいはい、そうだ、それがだから誰になるのかってことちょっと注目したいですよね、ニュースターがあれですか、定着しますか、うん、本大会ではもうレギュラーになるようなニュースターがまだ出てきてないですか、だから松木玖生とか結構あるんじゃねえかなって思ってるんですけどね、俺は。なるほど。福井太一とかね、例えば。誰がいないっていうのは、新たな人が新たな経験を積む、そうなのよ、チャンスになるような今チーム、国になってきてるってことか。楽しいね。楽しい話だったか、これは。何でも楽しい話にするな。なっちゃう。でもそうです。僕もそう思いました、今。いや、そうだよ、これは。なるほどな。ことですね。サウナ行ったのよ。おう、はい。で、そんな初めて見たんだけど、入り口のところにあのクーラーボックス置いてあってね。サウナの。はいはい。氷がいっぱい入ってて。うん、これお口に入れてくださいって言って、脱水症状にならないようにって言って。水道も別にあるんだけど、そんなサービスあるんだと思いながら。うん、うん。僕それに気づかなかったから、うん、サウナ入ってたんですよ。したら、俺とおじさん、おじさんというかおっさんね、うん、2人だったんですけど、なんか噛んでんすよ、裸で、はい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 、ボリボリボリって、うん、俺その氷のシステム知らない段階だったから、うんうん、裸で噛んでるのよ何かを俺奥歯しかないだろと思ってね怖っと思って素っ裸で、だってレストランから来るような距離じゃないし奥歯か何骨と思って怖っと氷でした奥歯か骨っていうなんで急に出た今じゃないねこれ話今じゃないね今じゃないそんな関連の話も出てきてないもんねごめんごめんごめん急に思い出しちゃって、ね、怖いねでもね、急にボリボリかば、ね、噛んでる音聞いたら、いやいや何があるか分かんないなって、でもまあ確かに、ね、何があるか分かんなくて一瞬ドキッとしたけど、あでもなんとかなるかもなって思えた話だからねえあったちょっと待って俺この話したいんだけどさ、はい、見た、はい、あの神村学園高校の左サイドの吉永夢樹君、はい、これであの U17 のワールドカップにも行く選手になりますけど、はいはいはい、まあ、今年のいわゆるドラ1ですよ、要はまあさ、ドラフト1、うん、はい、決まりました、どこに入るの、ヘンク、わー一気にやったわ、やった、すごい、うん、でだから俺思ったの、これ正直本編で動画にしようかなとか思ってたぐらいのものだったんですけど、要は、うん、もう俺サッカー界って、うん、その野球で最近ドラフトあったからだけど、はい、絶対こうドラフト1位で競合するだろうなクラスの選手っているじゃないですか、はい、今年は大卒だったら佐藤健、高卒だったら吉永夢樹だと僕思ってましたよ、確かに、はい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 、もう J 来ないね、なるほど、移籍は神村学園に入る、うん、はあ、だって去年もやってるじゃん、福田仕様というか、なんていうんだろう、うん、
そう、そういう育成後継金的なものがこっそり入るわけだけど、J だったら数百万なんですよ。うん、だけど、やっぱ海外出すと、5、6000万とか1億とかもらえるわけですよ。はい。そりゃ、渡すよね。いや、もちろん、もちろんそうですよね。うん、はあ、そういう時代ですか。そう。それ J リーグ勝てっこないもんね。絶対勝てないです、このまま。サッカーにとっては、まあ、でも代表とか選手にとってはいいことではある。うん、そうなんですよ。これだから、ザイオンもほら、この間ちらっと言ってましたけど、はい、あの正直、その結果、シントトレーになったけど、はい、国内とユナイテッドだったらユナイテッド。うん、で、その理由としては、あの出られる確率が増えると。はい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 。難しいですね。プレミアと J リーグでプレミアの方が出られる確率が高いっていうのが、ちょっとすごい時代だなと思いましたけど。もう西川周作を取ってくれ。世界が。でも、はい、要はそれだけ、そのユースリーグだとか、セカンドリーグだとか、うん、公式戦をやる環境っていうのがヨーロッパにめちゃくちゃあるってことなんですね。なるほどね。はい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 。だ今回だって神村学園なんて何人もプロ出してきてるわけじゃないですか。うん。うん、その中では、こいつクラスでこの性格だったら、ああ、国内だったら J2 とか J3 の方がいいかなとかっていう、やっぱ選択とかも先生によってはされるらしいですけど、それ踏まえて、去年の福田仕様のボルシア行きも踏まえた上で、うん、ああ、こいつはもうベルギー行って大丈夫だ。はあ。出してるわけでしょ？はい。ってなると、だから今後もだからドラ1は J じゃねえんだなってのがね。なるほど。はいはいはい。そうなると学生年代はあんまり見てない人が多いじゃないですか、言ったら。J リーグを見る人は特にね。うんうん、ってなった場合、逆輸入みたいになりますよね、代表に入った時にね。そういうことですね。増えてくんだ、どんどん。だ福井太一みたいな感じでこう来る確率は高くなるでしょ。はいはいはい、はい。これはもう Vlog やってもらわないとね、じゃあ。素顔が見たいから。いや、ほんとそうですよ。ね。うん、はあ。マネージャーみたいな人はあげてほしいね、それね。やってほしい、ね。バイエルンでやってます、ヘンクでやってます、みたいなね。いや、ほんとそうですよ。ね。はあ。情熱大陸じゃ追っつかないね、もうね。いや、ほんとそうですね。ねえ。いや、でもそのね、まあ、その、あの、吉永くんって、左主にやってるんだけど、サイドバックっていうか、はい、あの、菅原幸成左番みたいな感じなんですよ。ああ、そうですか。左前から後ろまで全部できます、みたいな。スペシャリスト。だからほら、日本代表、ちょっと今、左がそんなに多くない、左のサイドバックがあんまり多くないって言われたりしてたから、うん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 、で、森谷さん、まだまだ出てきてほしいって言ってたから。センターバックタイプを使ってますもんね、ってね。そうですね。できるというか、はいはい。だから、今後、だから、高橋ニコくんとかもそうですし、うん、吉永くんとかも、もしかしたら3年後ぐらい呼ばれてるかもしれないですね。どんどんあれですか、日本代表も若年齢化していくわけですか、うん、いや、していくんじゃないですか、これは。若返っていくってことですか。だこういうね、若くして、こう、パッと行ってっていう遺跡が成功するようだと、それは増えてくると思いますね。2050年までにワールドカップ1回優勝しようっていうね、うん、試みですけども、うん、その時の平均年齢代表、ね、12歳、うん、かもわからないってことですか。ね、やりすぎちまったぜ。すげえたくましい皆さんなんだけどね。うん、ベンチ帰ってくると子供っぽいっていう、ね、ポケモン出るらしいよ。ね。どうしようかな。もうそのレベルだったらアンバサダーもできるから大丈夫だよ。出るらしいだけど、どっち買おうかな。あ、でも、週休1億ポンドだからどっちも買おう。みたいなことですか。いや、そういうことですね、なんならね。ね、ユーロか。ね、ユーロだね。そういうことですか。どんどん若くなっていくってことなんですか。若くなる、そんな若くなるか。どんどんこの勢いでいくとね。はあ、すごかですな、これは。面白いですね。はあはあ、でもだから、まさにこう、ね、あの、吉永くんとか、まあ、ちょっとこの話ずっと続けるのあれだけど、はい、なんで決まんねえんだろうってずっと思ってたぐらいだったので、はあ、普通決まってるレベルだから、段階的に言うと。そうだね。だから来年以降でも、はい、は夏すぎても、ドラ1クラスで決まってない人いたらそういうことですね、もうね。だいたい、てててれてて、てててててててから、ね。うん、でん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 から、うん。だだだだんだんでんにって、うん。ザ・チャンピオンってなるわけじゃないですか。そうですね。てて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 、ザ・チャンピオンってなるわけですか、今度。
そうです。ね、はしょりますね。だってまず本当吉永くんマジで、先ほども言った通りとか、ミラーカーでも動画でも出しましたけど、来月アンダー17ワールドカップ行くんですよ。はいはいはい、はい。で、それが終わって帰ってきて、選手権鹿児島予選やって、で、選手権の、まあおそらく全国行くだろうから、やり終わったら、東、うん。鹿児島予選終わって東ですか？鹿児島予選、まあ全国大会もやってからだと思いますけど。全国大会やってから東ですか。かっこよかかっこよかもう一番モテるやつだからね。いや、そう。全国大会で、もうベルギー決まってます。モテるモテるプロ決まってますとかも超かっこいいじゃないですか、はい、僕らがら超かっこいい、うん、あいつプロ決まってんだよみたいな、あいつベルギー決まってんだよ、モテるモテるね、ねえ、うん、女の子からもワッフル届きますけど、いや俺本場行くしみたいなねはいや、しかもね、ヘンクってのがねすげえいいなってのと、はいはい、あの実はね、吉永くん実は多分1月には行くと思うんですけど、ヨーロッパに、はい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 、実はね試合出れないんですよ。出れない、なんで？1ヶ月間ぐらい。なんで？あのね、日本人っていうか、あのいわゆる海外移籍っていうものは18歳にならないとできないんですよ、うん、あ、そうなんですか。実はね、早生まれで2月生まれなんですよ。ああ、だから先に行って試合どうせ出られないって分かった状態でトレーニング詰めるじゃないですか。はい。これいいし、あとね、まずヘンクって実はね、伊東純也いたから我々忘れてるんだけど、はいはいはい、伊東純也の後ろにいたディフェンダーたちって、うん、あの19歳ぐらいだったんですよ、みんな。あ、若いのか、やっぱり。若いね、後ろ育てんの結構得意なんですよ、あのチーム。へぇ。だからね、その、なんか、そういう目を持ってるチームに、なるほど。そんな若くしていけるってことは、これはいいよ。おー、いいですね、うん、いいですね、いいですね、はあ、はあ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 、日本人もね、いたことあるから、お互い慣れてるしね、なんかノウハウもあるでしょうね。そうなんだよね。はあ、すごい、これは楽しいぞ。はあ、だ今度神村学園の先生ね、あの監督さんとかあれ出せますよね、あの海外移籍の送り方とか、なんかそういう書籍とかも出せるんじゃないかなと思うぐらいですけどもう表紙が見えましたわ、ね、ああいう感じの文庫本の表紙になるからみたいな、ね、はあ、うーん、だちょっと世の中とかサッカー、国内のサッカーのあり方みたいなものはやっぱり変わってくる、ね、先生とかの車も変わるんですか黒塗りのアルファードですか今話題の、ね、ちょっといい感じのものになるんじゃないですかね、あ、そう、これでも個人で使っちゃダメなんでしょ、でも 部品だ 部のものだってね、移動車だからっつって、ね、なんか神村学園ってプライベートジェット持ってるらしいなって何年後かには選手権なんかあれだぞっつって、変なとこ着陸してくるぞっつってねえ、でもさ、だからそれでそうだって J リーグとかよりももらうわけでしょ、うん、っていうのは直で移籍するんだってね、うん、おうおうおう、だそれだって CO もね、ユメキもその後ガッてより上のチーム行ったらその分のまた、ね、攻撃入ってくるわけだから、そういうことでしょ、だそっちに乗った方がいいってそりゃ思うよね、監督金馬にしたらしいぞって言ってね全部金だったぞっつってなんか使ってるボールペンとかも急にちょっと桁1個上がったいいペン使ってるかもしれないですよね、いいペン使ってんぞと、うん、ね、はあるかもしれないね、ちょっとやっぱ我々の頭の中ある程度こうアップデートしていかないとこれ追いつけなくなりますね、ほんと、ね、うん、これだから野球とかってそういうのできないようになってるでしょ、そのルールで、まあ、そうですね、これサッカーがそういうの作るってことないですか、作ってほしくないけどもちろんないでしょう ね。サッカーは世界のものはどん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 行ってもらった方が循環もっていう考え方だもんね、うん、そうですね、あ、うん、Jリーグ一旦入って安く海外に買われちゃうっていうのはなくしていきたいけどね、そうだね、ちゃんとお金が入るようにね、うん、あ、そうか、 J リーグには一切入らないわけ、これ前もこんな話したか、そう、 J リーグに入らない、あ、そういうことね、うん、ああ、だこれだからスカウティングも変わるでしょう、だから海外ちょっと興味あるっていう人だったら神村選ぶでしょう、ね、迷ってたらと A と B どっちでどっちの高校行こうかなみたいな、そういうところで悩むんだったら海外だったら神村でしょうってなったり、そういう例があって、その気になったら大原みたいに言わないでくださいよいやでも出てくるよそういうの、これもう、そうですか、
昌平高校だ、まあ、大津高校とかもそうかもしんないし、そうね、東福岡とかさ、はいはいはい、市船とかもそうですけど、はいはい、いろんなところで出てくるよ、そういう話が。これは今後。海外の人は高校っていうのはどういうふうに見てるんですかね。そうだね、わかる。理解できてきたんでしょうね、だんだんね。そうなんだろうね。ね。ブレーメンもね、明治大のその佐藤慶に取った時にそういうのなんとなく分かったから取ったみたいな感じもありましたもんね。ユースとかもちゃんとあるけど、うん、高校、うん、大学っていうのがあって、うん、やってんだっつって。そうだね。でもだから、あれですよね。我々がその、ユースリーグ向こうってたくさんあるらしいぜって、さっきもちょっと言ったけど、はい。それぐらい逆に向こうからしたら日本ってその、育てるための方法論が高校だ、ユースだ。ああ、いっぱいいろんな。大学だとかいろんなパターンあるらしいな。種類があるんだもんね。うん。豊かだね。豊かだね。国見がね、全国優勝してる頃にこれがあればね。うん。変区なのにまだ髪伸びきってないみたいな。そういうの見たかったですね。あったかもね。平山颯太さんはね、ずっとああいう髪型、ね。まあ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 、そうね。すごか、うん。変わるよ、変わるよ、これは。なるほど。まあ、まただからちょっとね、来年とかもまた、06ジャパンの。逆に教えてもらわないと、これ見逃しちゃいますから、先生。そうですね、ドライブ探せみたいな。目に触れないで行っちゃうんだから。いや、そうだ、だから動画作ってきたなと思いますね。それはだから、送り出しましょうよ、なんか。そうだなぁ。スッと行っちゃって、代表入って逆輸入みたいなのずっと楽しみたいですから。うん、そうだね。一回送別会みたいなします今度。ね。壮行会じゃないですけどね。ガミロアカ出てくれないですかね。いや、そうだなぁ。なんか聞いてるよって方いらっしゃったらね。これから行く方っていうのはまだ自分は何も成し遂げてないって思ってるから、うん、そんなに答えてる場合じゃないもんね。そうだねー。どうしたらいいんだろうな、こういう話う、ね、Jリーグアワードでね挨拶していってくれないですかね。いや、そうだよな。それでは Jリーグに来ない人たちの挨拶ですって。いや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 、どうも行ってきますっつってね。Jリーグアワードじゃないか。そうだよ、難しいことになるね。サッカー協会ですか、なんすか。まあでもそういうことだよね。Jリーグじゃないんだから JFA さんが何か主催してみたいなことになるのかも、うん、もうだから、うん、神村学園とか昌平高校とかファン感謝でやりましょう、もうそこでも知ってもらいましょうね。ファン感謝でグッズを売ってね、グッズ売れるだろうな、ある程度、はあ、売れるよ。青森山田とか、青森山田なんてべらぼうに売れるだろうし、ね、青森山田のグッズとかあるんですか。いやー、出てくるんじゃない、あれでしょうね。あれでしょうね。なんかわかんないけど、ゼルビアのショップのにも並んでるかもしれないけど。厚手の靴下とか。ね、寒くないように。あ、でも商品開発するんじゃないか、藤田東高とかあるって言ってたね、うん、なんか。ドライブイン。パーキングエリアで売ってるって言ってたよ。うん、パーキングエリアで売ってるってなんか聞いたよ。藤枝東だっけな、なんか。ね。みたいなこと。なるほどな。違うかな。ね。いやでもなんかやるでしょ。やるべきだよ。藤枝市役所って強いじゃないですか。あ、はいはいはい。のグッズとか欲しいですよね。あるでしょうね。ああ、そう、あるでしょう、ね。それは市役所のグッズあるでしょ。ボールペンとか。ね。そうだね。うん、いやどうなるか。ちょっと ね、長い目でというか、そうですね、うん、楽しんでいきたいですね。本当っすね。わかりました。はい。またワクワクしちゃいましたけども、お怪我の方はね、早く治して。治して。でも、言ってもかかるもんはしょうがないですから。そうだね。一回りも二回りもでっかくなって帰ってきていただきたいと思います、これは。はい。応援します。ありがとうございます。楽しませていただいてます。頑張ってください。ということで、今日もお送りしてまいりました。ブチャンネル、まあでした。ノーミルサトでした。ほんじゃらほんだんね。またねー。バイバイ。